はい、えー、こんにちは。今回はですね、ロシア、ウクライナに関しての記事を読みながら、私からもね、わかることをお話ししていこうかと思います。えー、今回ですね、ロシア大使が報道特集に出演して、まあ、提出したブチャの映像に、遺体や瓦礫がないと。そして、こんな被害は現場で起きてないんだ、でっち上げた、というふうにね、言い張ってるわけなんですよ。で、えー、一応ね、この報道特集では、報道特集の おジャーナリストが現地に赴いてインタビューや取材をしたところを放送してるわけなんですよねでその映像や証拠や証言を突きつけてもいやそれはプロパガンダだよと嘘だよってことをねそのロシア大使は言ってなんでそう言えるんですかって聞いたらロシアの発表だからっていうふうにねまあ突っぱねるわけなんですよでどんな時でも意見が分かれるといや私はロシアの報道を信じますよで えー、こちらのね「えー、報道特集」の取材班そして、えー、アナウンサーがね「私たちは同じ会社の取材を信じますよ」っつったら「どうぞ信じてください」っていうことでね取りつく暇がないということになってるんですよまあこれはロシアの大使がね国の政策として他の国を責めてる時に「うちの国が悪いです」とかね確かにうちの軍隊が 向こうの市民をどんどん殺してますとか言いにくいんでこういう論調になると思いますけども残念ながらですね日本人の中にもいやこれはアメリカが捜査している情報のプロパガンダなんだよとかね日本人はみんな騙されてるとねメディアは嘘ばっかりだとかね言ってる人がいるんですよまあどういうのも自由ですけどもいやそもそもねそもそもですよロシアが軍事侵略をしなければこんな論争もいらないわけですよ だからね、何も正当化でできないんですよ例えばここでね、えー、とゼレンスキー大統領が、一番悪いやつなんだっていうふうにね、こう言ってますけども、いやそれにしてもですよ、それにしても別にロシアが、このイスラエルをね、ウクライナを侵攻する理由にはないわけ、なんないわけですよ、侵略する理由にはね。 だから軍を引けば何も起きないわけですよでもさらに戦闘を続けるんですよねうんまあ何も中身がない論争をこのロシア側は続けてるってことだと思いますしそれからまあ不思議なことにねこういったロシアの論調に同調する日本人つまりは工作員ですとかねそれからもう完全に もう頭がちょっと <laughs> 大丈夫かみたいな人もいるわけですよ。というのがあのやっぱり少数派の意見っていうのは必ず存在するんですけどもあのやっぱりねアメリカのプロパガンダって言ってる人は今回の件に関してはあの逆張りしてるんですよね少数派でいることがかっこいいと思ってるんですよ私は賢いとほん本当の真実を見抜けるんだとかねほとんどの人はメディアに騙されてるとか言いますけども私の口から言えば。 私の即下塾の塾生さんには、ロシアにお住まいの方、そしてウクライナにお住まいの方いらっしゃいます。そういったところから直接の連絡が来てますんで、私はそういう人の言葉をね、信じますけどもね。だから別に私メディアを通じて言ってるわけではなくって、現場にいる人の悲惨な体験とか、ロシアにいて、その国の中で起きてること、まあそれをね、咀着して、考えて判断して、お話していると。 いうこともありますしまあ、当然ですけどもね日本語訳された情報だけを見てるわけではないんですようんだからそうなると本当何を考えているのかは一人一人自由なんですけどもことここにですね人の命や権利や人権が侵害されているということを考えるとまあ、よく言えるよねと思うところが結構あるんですよ、うん、あの私のねすごく信頼する SNS の仲間たちも残念ながらねどっちがプロパガンダに合ってるんだともうちょっと判断力を働かした方がいいんじゃないかなと思うこととまああとね見える範囲をどこまで広げるかってことなんですよ。ここにもね書いてますけど第二次世界大戦云々って書いてますけどもまあ私が問題にしてるのは今日ミサイルを発射して人を殺しててて人殺るのは誰かってことなんですよ別にね20年前から始まった歴史とか50年前から始まった話とか100年前の うん、ロシア王国の時代とか、そんな話をしてるわけじゃなくて。歴史は。紐解けば、どこまでも紐解けるんですよ。まあ、例えばね。もうアメリカだって。先住民族を根絶やしにして。そのアメリカ大陸に、自分たちの国作ったじゃないか。とか、三角貿易してる。悪党じゃないか、ということはできますよ。でも、私が話題にしてるのは。今のことなんですよ。今日ミサイルを撃ったのをやめなさいと。いうことなんですよ。ね、今日の犯罪に対してなんで。過去の因縁とかについては。 まあ全く話ししていませんしそもそもそういうこと言ったらねじゃあアダムとエヴァが最初にリンゴを食べたのが良くないんじゃないかなって話に戻ったわけですよ、うん、だからね自分の論調を有利にするためにほじくらなくてもいい過去までほじくってみたりとかね見える範囲を世界規模に広げてみたりとかまあそういうことじゃないんですよ私が思うのは今日ミサイルを発射して人を殺したのは誰なんですか明日その銃口に 人を捉えててるのは誰ななんんでですすかってことなんですよそれをとりあえずやめてからそれからね一日ずつ巻き戻して話し合っていけばいいんじゃないかなってことなんですけれどもね皆様はどのようにお感じでしょうか、えー、本日は以上でございます